クリスティアーノ・ロナウドさんの超豪華なランチがこちら。メガゲド以上にストイックな食だな。サバ缶とイワシ缶にサンマ缶を送ってあげたい。引退したらうまいもんいっぱい食え。ラーメンとか食べたことあるんかな。これ普通にうまいぞ。オイルサーディンとパンか、日本でいう卵かけご飯のような扱いなのかな。サーディンの油がオリーブオイルの代わりになるから普通に食えるよ。ポルトガルの漁師町ではイワシの塩焼きにパンが定番らしい。昔 NHK の旅行番組で見て驚いた記憶がある。クリロナの父親は漁師だったんだろ。オイルサーディンとパンと炒めたニンニクが欲しいところだな。なお有名な話だが、ロナウドの生活は異常。1日6食、睡眠は90分かける5をルーティンにしている。ちなみにロナウドに憧れてこの生活を真似したブラジルのフォワードメニーノという男がいた。彼は試合開始5分で倒れ、死にかけた。そういえばネドベドもチームメイトとパーティー開いた時、野菜スティックとミネラルウォーターだけ置いていたという逸話が、本物はストイック。ただ週1でチートデイをやってるのもクリスティアーノ・ロナウドさんの本当の姿、要はバランスだって。日本代表の吉田麻也も若い頃から食事には気を使ってたっていうしな。友人が気を使ってハンバーガーとポテトを買ってきても一切口にしなかったみたいだし。でもあいがこれ食ってたら底辺ってバカにするんだろ。